はい、探索も終わったんで、ここから出て砂漠に行くのかな、分からんけど行きましょうか。お、うわ、なんかモヤモヤしてるね。向こうが砂漠ってことか。おーい、今日のボスはすげえ機嫌が悪いや。いや、あれは機嫌がいいのか、どういうこっちゃ。うわ、なんかごちゃごちゃしてるね。うふ、何がどうなっとんじゃ。マバリアや。オッケー、レーザーをゲットしました。オッケー、いいね、敵の技回収できた。こういう時にね、操るが使えるよね、うん、相手に使わせてみたいな。これはダイン、お前なのか。懐かしい声だな。忘れようにも忘れられない声だ。足引きずってる。そして左手が銃に。いつか会えると信じていた。俺と同じ手術を受け、どっかで生きていると。聞いてくれダイン、お前に。取れたよ。声が聞こえるんだ。あ？聞こえるんだよ、エレノアの声が。お願いだからバレットを恨まないでってさ。だからあんたを追っかけるのはやめといた。自分の愚かさは知っている。許してくれとは言わない。でもよ、こんなところで何をしてるんだ。関係ない人間を殺してどうなる。なぜだ。なぜ、理由を聞いてどうする。それで殺された人間は納得するのか。シンラの言い分を聞けば、コレル村の人間は了解するのか。理由なんてどうでもいい。与えられるのは銃弾と不条理、残されるのは絶望と無の世界、それだけだ。それでも聞きたいか。なら教えてやろう。俺はな、壊してしまいたいんだよ、この町の人間を。この町のすべてを。撃たれてない。この世界の全てを。この世界にはもう何もない。コレル村、エルノア、マリン。マリンは、マリンは生きている。あ、あの後俺は村に戻った。もう逃げられない、そう思った。だからせめて最後はミーナのそばにいたいと思った。そこであの子、お前の娘、マリンを見つけた。なんと。大事に大事にしてたよ、バレットは。マリンはミッドガルにいるんだ。一緒に会いに行こう。な。そうか。生きているのか。わかったよ、バレット。やはりお前と戦わなくてはならないな。なんだと？いやあ、狂っちゃった。エレノアが一人で寂しがってる。マリンも連れて行ってやらないとな。ダイン、正気か。マリンだって母さんに会いたがってるだろ。やめろ、ダイン。俺はここで死ぬわけにはいかねえんだ。そうかい。俺はあの日から命を捨ててるぜ。全然聞いてない。やめてくれ。お前とはやりたくねえ。バレット、ブラード、
手を出すな。これは俺の問題だ。おう、ボス戦ですか。やはりそうか。狂っちゃった。おお、かっこいい。パパ狂っちゃったよ。あ、強い。ニードルガン。あー、結構痛いな。ちょっとレーザー試してみるか。レーザー。ピー。うー、効かへん。特殊技効かへんってこと？もうシンプルな打ち合いなのかな。うん、MP は回復に回した方がいい説あるよね。いた。でっかい技してくんのかな。やるしましょう。高めに保っておいて、そのアイテムを使うかのようにケアル。よし、ナイス。人やからバイオとか聞こえちゃう。バイオ、オッケーオッケー。もっと早くしといたかった。 S マイン、うん、別にいい。あ、いいね、いいね。このまま勝てるんちゃう。回復に絞っておけば。マインドブレイクした。破壊した精神をもう一回破壊することで裏返る。おりゃあ、 MP 取れるんや。いいね。モロと深くて、なんや、生きてる。あ、全然威力変わらんや。ニードルガンは強いもんだ。どこで、うっバイオがかなり効いた。あーだっす、あーだっす。もう銀の腕はケットシーから奪い上げたからな。来るな。ふむ、俺はあの時、片腕と一緒にかけがえのないものを失った。どこで食い違っちまったのかな。ライン、分からねえよ。俺たちこういうやり方でしか決着をつけられなかったのか。言ったはずだ。俺は壊してしまいたかったんだよ。何もかも、この狂った世界も俺自身も。マリンは、マリンはどうなるんだ。考えてみろ、バレット。あの時マリンはいくつだった。今さら俺が出て行ったところで、あの子には分かるはずもない。それにな、バレット、マリンを抱いてやるには俺の手は少々汚れすぎちまったのさ。バレット、何？お？そのペンダントをマリンに。エレン・ノアの女房の形見。そうか、マリンがもう4つか。おい、死ぬ気ちゃうやろな。やめとけ。バレット、マリンを泣かせるなよ。ダイン！いやいや、もうわかるやん。向こう行った時点で、向こう行った時点で止めよう。友人が。ダイ、お前と同じなんだ。俺だって、俺の手だって、汚れちまってる。バレット、嘆き多いな。ビッグスウェッジたちの時みたいに。目の前でめっちゃ死ぬやん、仲間。今んとこ一番かわいそうやな。
コーツ、何か用か？上へ来て。だからよ、ボスの許可を取ってチョコボレースに。ラインは訳があって話ができなくなった。その代わりこれをもらってきたぜ。げ、上へ来て。わかったよ。ラインをやったのか。いや、そうなんだろうな。そんなもの持ってるんだからな。そうか。ラインが死んだか。これでここも少しは落ち着いた土地になるぜ。何しろダインは誰かで構わず。おお、てめえに何が分かるってんだ。ああ、分かった。いや、何にも分かってないです。すいません。それじゃあここから出してもらおうか。ん？あんたたちなんか勘違いしてないか。前に少し言ったと思うが、ここから出る手段はただ一つ。なんかこいつと喋る機会があったのか。何にも知らんぞ。ゴールドソーサーで行われているチョコボレスで優勝するしかねえ、騎手として。それに一度に上に行けるレーサーはたった一人だ。なんだと？だあ、いくら脅してもダメだ。このルールだけは変えるわけにはいかねえ。ここの規律がめちゃくちゃになっちまう。これは譲れねえ。一人は上に送ってやる。あとはそいつがディオと取引するなりなんなりしな。ちっ、しょうがねえ。クラウド、お前行ってこい。俺たちは下で待ってるからよ。さっさとチョコボレースとかいうのに勝って、こっちも何とかしろ。じゃ、クラウド頼んだよ。勝手なことを。話はまとまったか。じゃあ、あとはマネージャーか。チョコボレーズの登録や調達する役目なんだが。お、誰？エストか。あら、こんな場所にして。私がマネージャーやるわ。まあ文句はねえが。こいつはエスト、見た目は変だろ。でもチョコボレーズのマネージメントで右に出るやつはいねえ。失礼な言い方ね。まあいいわ、よろしくクラウドさん。よし、クラウドさんとやら、柱のエレベーターから上に送ってやる。詳しいことはエストから聞きな。ふむふむ。そう、そんなことがあったの。わかったわ。ディオ園長には私から話をしておくわ。あなたはとりあえずレースに集中して。そうそう、さっきの話の続きだけど、チョコボレーさんにはいろんな人がいるの。犯罪者だけのレースってわけじゃないのよ。名声のために戦い続けている人、お金のために戦う人、レースにのみ行き場所を感じている人、あなたみたいな人を含めてね。あ、そうだ、チョコボの騎乗方法教えておくわね。あ、セレクトボタンでオートとマニュアルを切り替えるの。簡単に言うと、自分で命令するかチョコボの月に走らせるかね。でも自分の思う通りにはなかなか走らせられないわよ。チョコボとの仲が良くないということを聞いてくれないから。こればっかりは今回はしょうがないわね。けど私の用意するチョコボはおとなしい子が多いから結構うまくやれると思うわ。それから自分で命令してるときに、四角ボタンでスピードアップ、バツボタンでスピードダウン。ただしチョコボが本来持っている能力以上のスピードを出すと、どんどんスタミナが減っていくの。それと方向キーの左右でチョコボを左右に丸ボタンで鞭を入れて一気にスピードを上げられるわ。もちろんスタミナの消費は激しくなるけどね。あと気性の悪いチョコボは自分のペースが分からなくてすぐスタミナを使い切っちゃうの。そういうチョコボはすぐにマニュアルに操作にしてスピードを落としてやるといいわ。最後にね、せっかちな人におすすめなんだけど、 1,2 着のチョコボがゴールした後にスタートボタンを押すと途中でレースを見るのをやめることができるわ。へえ、諦めれる。お、俺はもう右のマテリアにしか目がいってない。新入りかい？こんにちは、ジョー。やあ、エスト、今日も美しいね。ふ、ありがとう。紹介するわ、クラウド。彼はジョー、現役チョコボレーサーのトップを行く人よ。以後お見知りおくよ、クラウド君。しかし、エストが直についているということは。そう、期待の新人ってところかしら。
なんてったって下に来てたった一日でここにいるんだから。全員が。なるほどな。全員に見られた。一体下で何をした？いや、ここで過去を聞くのはタブーだったな。面白いよ。君とはまた会えそうな気がする。ではまた会おう、クラウド君。結構紳士キャラ。じゃあ私はチョコボの手配をしてくるわ。しばらくここで待っててね。うおー、しゃあ。話すことはね。お、ええ。まあ待っとくか。お、クラウド。よそ見してたわ。ああ、行けばいいのね。はい、お待たせ。クラウドも次のレースに登録しておいたわ。まあ私が用意したチョコボなんだから簡単には負けないわよ。そうそう、もう一度乗り方を聞いておく。いや、まあ大丈夫です。それじゃあ頑張ってきてね。とりあえずなんかガンガン走らせて。あれスピード落としたら回復するって聞いてたんですけど、回復せえへんやん。回復しな。バッテバテなんやけど。残念でした。内容が悪すぎるわ。内容が悪いんじゃなくてさ、スタミナ回復がしないんですけど。ちょっともう一回。バツでダウンか。ちぎってるやん。もう走っていけば勝てるんじゃね。もうぶっちぎっちゃった。このまま行こう。余裕。めちゃくちゃ余裕やったな。おめでとう。これで晴れて自由の身よ。あ、そうだ、これ園長から手紙、勝ったら渡すようにって。園長？園長って誰？あ、ディオか。少年なら自らの力で勝利を手に入れ、この手紙を読んでくれていると信じている。第二のことはエスト君から聞いた。少年が勝つことができたなら私の権限で君の仲間の自由も約束しよう。それとお詫びと言ってはなんだがプレゼントを用意した。旅の役に立ててくれたまえ。これでも多忙な身の上、手紙という形で失礼した。では。プレゼント？なんだ。バギー？おお。クラウド？ね、すごいのよ。今ね、園長の使いとかいう人が来て、バギーを置いてったの。これがあれば砂漠も川も楽々よ。
じゃあクラウド外で待ってるね。金持ち、金持ちっぽいて、なんかプレゼントやな。お、私はセフィロスに。おお、南の川を越えてゴンガガエリア、ありがとう、またよろしくね。